木の川大関。木の川大関は、和歌山県和歌山市右本とその別地先にまたがる、一級水系木の川、本川下流部、川口より約 6.2km 地点に建設が進められている、関である。木の川は、徳川吉宗による、奇襲流地水工法に基づく灌漑整備によって、本川、岸川に、数多くの遺跡が建設され、新田開発に寄与した。 その後1949年、昭和24年からは、農林省、現、農林水産省による、戸塚川、木の川総合開発事業によって、遺跡が4カ所に統合され、最下流部の遺跡である六が、遺跡は、新六が、伊東市更新六が、遺跡として、統合、改築され、以降も、流域の農業用水を供給していた。だが、和歌山市とその周辺は、 大阪市のベッドタウンとして急速に人口が増加し、さらに海南市や和歌山市沿岸部には住友金属工業の和歌山製鉄所をはじめえ工業が進出。これらの要因で上水道や工業用水道の需要が増大していった。さらには大阪府仙南地域で関西国際空港の建設が決定。これに伴う 鉄道路線の整備や半和自動車道の開通によって人口増加に拍車がかかり水需要は逼迫していった。だが木の川は滑水時には容易に水不足に陥る流境が不安定な河川であり安定した水供給が大きな課題となった。一方で1959年昭和34年の伊勢湾台風による木の川大水害を教訓に 木の川修正相対計画が1960年、昭和35年に策定され、根本的な治水を図るため、奈良県吉野郡川上村の木の川本に大滝ダムを建設することとなった。さらに、木の川下流域における治水、特に木の川の下水が支流に逆流することで起こる内水氾濫を防止するために、川口部の洪水調節も必要となった。このため、 木の川川口部、新六外石直下流に石を設けて、木の川の洪水調節と、上水道供給を図ろうと考えた。こうして1965年、昭和40年に、建設省近畿地方建設局、現、国土交通省近畿地方整備局によって、木の川水系工事実施基本計画が策定され、木の川下流部の河川総合開発事業として計画されたのが、 木の川大関である。なお、関ではあるが、特定多目的ダム法に基づいた多目的ダムである。2009年度末の完成が見込まれているが、直前の2009年8月31日、大阪府は水利用権を放棄すると発表した。水を利用するにはさらに若干の出費が必要だが、水需要の減少で水が必要なくなったので、少額の追加出費を避けるため、 このため、事業費のうち大阪府の負担分の380億円は、すべて無駄となった格好になっている。しかし2011年4月現在、木の川大井事業の完了に関する告知は行われておらず、また、大阪府の推理券放棄も棚上げとなったままである。木の川大井事業における利水者は、推理券を放棄すると明言した大阪府のみであるため、 和歌山市水道等は、既得水利であり、石の容量は使用していない、水利権が放棄された後においても、特定多目的ダム法の適用施設となるかどうかは、公式に発表されていない。1965年、昭和40年4月より、予備調査が開始され、その後1974年、昭和49年4月には、基本計画全面改定により、 洪水調節流量が引き上げられた。1978年、昭和53年4月からは実施計画調査を実施し、席の構造、貯水容量、周辺の基礎岩盤や環境状況の調査を実施した。この間、関西国際空港の計画が発表され1985年、昭和60年12月に、中曽根康弘内閣は、 関西国際空港関連施設整備大綱を閣議決定、木の川大関は空港周辺地域への利水を図る重要施設とて明確に位置づけられた。これを受け、大阪府への木の川からの分水が計画されたが、和歌山県との推理権交渉は難航した。この間1987年、昭和62年に正式に木の川大関建設事業が着手されたが、 交渉は継続され、同年12月にようやく、木の代わり水に関する大阪府と和歌山県の協定、大阪分水協定が示され、分水問題も解決した。1993年、平成5年からは、本体工事に着手し2004年、平成16年に竣工している。席の目的は、戦後最大の洪水、過去、計画洪水、洪水流量12000トン。 病、150年に一度の確率の洪水としていたが、計画の縮小が行われた。現在においては計画洪水流量の数値は、公表されていない。を安全に流下させることを目的とした、洪水調節、従来新六が、遺跡の淡水に依存していた和歌山県営第一、第二工業用水道、和歌市営上水道、官業水利県分の農業用水道、戸塚は、 木の川総合開発事業で確保した、管外用水の確保を図り、加えて、川口部の流水維持を図り、河川生態系の保護を、図る、不特定地水、及び、関西国際空港を含む大阪府泉南地域、泉佐野市、泉大津市、貝塚市などへの新規上水道供給である。以上の目的を達成させるため、特に地水上洪水流加阻害要因となっている、固定石。 新六が伊藤志向を撤去すること及び JR 西日本半和線、木の川橋梁の掛け替えが、木の川大関を完全に運用さる上で重要なことから現在新六が伊藤志向撤去工事、木の川橋梁掛け替え工事を実施しており、関は暫定的な運用を行ってきた。2009年に遺跡が撤去され、本格的な運用が開始されることになっていたが、 遺跡撤去後においても暫定的な運用を継続している。大滝ダム事業の完了後は,は、大滝ダムとの統合管理を行い、より効率的な治水、利水を図ろうとしている。計画降水流量の縮小、遺跡撤去に伴う川戸国施策量の縮小が行われたため、事業当初に比較して、利水安全度の低下は免れない事実となっているが、国土交通省からは、 正式に公表されていない。木の川大関の保証交渉において、最も困難だったのは、漁業共同組合との漁業権保証交渉であった。利根川川口関、利根川や長良川川口関、長良川、筑後大関、筑後川などにおける河川生態系への影響が論じられ、長良川では長きにわたる反対運動が展開されていた。 木の川においても川口部は豊富な水産資源を有し、アユをはじめとする海遊魚が遡上する河川であったことから漁業資源減少を憂う漁業関係者は1978年の計画発表以降、猛然と反対運動を繰り広げた。建設省、現国土交通省との保障交渉は14年の間続けられ、1992年、平成4年3月に打結を見た。 建設省は1976年、昭和51年により、実施計画調査の一環として、自然環境調査を実施し、エコネットワークの確保、生物多様性の確保、環境開閉を最小限に止めることを柱とした、自然環境保全画として1991年、平成3年に、木の川リバーグリーンベルト構想を発表。日形、浅瀬、中洲の保全、 吉波群落の保全、植生、復元、ワンド作成と水際線を自然に近い形での曲線的整備を行い、自然に近い形での周辺整備を進めることとした。この構想は1996年、平成8年に正式な基本計画として発表され、以後作業が進められている。同時に席に付設する漁道の整備も検討された。 従来の単一な漁道ではなく、複数種類の漁道を建設し、多種多様な水生生物が遡上できるような環境を整えようとした。季設されている新緑が伊藤志向は固定石であり、滑水時にはコンクリートが剥き出しとなって、魚の遡上が全く不可能となる。逆に出水時には水性が強すぎて遡上が、これまたできない弊害を持っていた。漁協では、 アユの素状機に席に入り、素状するアユを網で捕獲し石上流に放流する、救い越しが毎年行われいたが、すべて人力であり、限界があった。木の川大関では三種類の漁道を建設した。一つ目は、階段式漁道であり流量制御が容易で幅広い、水位にも対応が可能で、かつアユ素状実績も多いことからアユを対象に、全国的に採用されいる。二つ目は、 デニール式、バーチカルスロット式魚道と呼ばれるもので、低制魚や比較的急流の水流を好む魚類に対応が可能でさつきマスや、吉ボリなどが対象となっている。そして三つ目は溶体を自然の河川に限りなく近づけた人工河川型魚道である。これはすでに、クズリュる川名か多い、クズリュる川で採用されているもので、すべての魚類に対応できる。 また、あゆの三段床としても使用が期待されており、うなぎや木図ガニなどが対象となる。この他魚道に魚が遡上できるように誘導する、予備水水路も、設置、遡上促進と流量調整を図っている。現在関付近には、資料館も設置されており、魚道を遡上する魚をガラス越しに観察できるコーナーも設けられている。なお、 資料館は2011年3月まで開館されて、いたが2011年4月より見学希望者のみへの対応となってしまっている。すでにアユの訴状が確認されているが、長期的な影響については未確認である。淀川大関、淀川ではワンドを整備したにもかかわらず淡水域の拡大で、ヨシ群落が水没、イタセンパラなどの絶滅危惧種が減少したという報告もあり、 長期的スパンで今後の厳重なモニタリングが重要との指摘も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。